はい、元気さん、はい、明日いよいよ GP なんですけど、はい、すいません、なんかみんなジョーカーズで来るの？の可能性が高いですね。本当？最近のなんか大会のやっぱ上位とか、うん、あとこの間の CS だとなんか百何十人規模で出てる CS で、うん、ジョーカーズが半分以上だったらしいんですよ。そうなんだ。もう実際にそういうのが出てて、しかも形が何ガンバトラなんとかっていうのが多いんじゃねえかなとか思うんですけど、まあまあ可能性として。わかった。で俺そのガンバトラーっていうのはよく知らないから、ジョラゴンは知ってるよ、よくやられてるから。はい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 、はい、じゃガンバトラーにやられてみたいというか、その体験してみたいんでお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、やってみましょう。最初はグー、じゃんけんほい。勝った。はい、先行いただきます。先行です。これ大事？先行、先行大事っすジョーカーズに先行逃げ出したらやばいっす。そうか、これじゃあターンエンド。はい、じゃあいきます。ドローします。うん、じゃあちょこっとハウス置いて終了します。はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあ、しょうがない。じゃあこれを置いてターンエンド。はい、じゃあいきます。それやばいな。やばい？やばいね、それ。これ良くない動き。そうっすね。出すべきだったね、モンガネを。じゃあやったりマンで終了です。そうだよね。はい。じゃあドロー。だがしかし、僕はこれを置いて2コストを使ってバグマル君を出すよ。取っといたの。はい、出さないで。じゃあ相打ちしよう。相打ちで。でワンドローもらいます。はい。でターンエンド。じゃあいきます。はい。ここは難しい。除去するべきなのかが当たる。じゃあジョジョジョマキシマも置いて、はい、2コストでちょこっとハウス置いて終了します。はい、じゃあ置きます。ちょこっとハウス。じゃあドロー。はい、じゃあねこれを置いたよ。はい、で4コスト、はい、で骨火置きます。はい、で1、2、3枚。いいぞいいぞ。じゃあ爆丸くんをもらいます。はい、ターンエンドでいきます。ドロー。いやこんなことしたら攻撃できないぞ俺。じゃあ3コスト置きます。はい、洗脳洗脳。はい、これで、侵略ができなくなりました。できないね、こいつが。はい、うん、じゃあこれでターン終わります。はい、どうぞ。いきます。やばいやばいやばい。でもやったれさんが一人しかいなかったからな。そうなんです。ドロー。下手くそなやったれ、下手くそなりに頑張ったのに倒されるから。そうか。じゃあだね。あ、はい、どうしようかな。これを置いたよ。はい、3コスト、はい、ヘルミッション、はい、2コスト爆丸くん、はい、でも意味ない。出さないのよかったかな。ちょこっとやってもだってやられちゃうもんね。そうですね。でもドローにはなりますよ。ドローしといた方がなんかいいことあるかな。例えばヘリコプターとかがいると、うん、ジョーカーズの数だけドローできるから1体潰しとけば、うん、ドロー1枚減らせるっていうことができますよ。もう一回言ってみ。このヘリコプターっていうのがうん、うん、例えば見えてたじゃないですか、うんうん、だからこれがこういう風に出てくるとジョーカーズの数だけドローできるから、うんうんうん、はい、1枚破壊しとけば、うん、まず打点が減るのと、うん、あとはそのドローを軽減する。あ、それはそうだ、そうだね、そうだね、分かった。でも破壊できないよね、やられちゃう。あ、本当だ。じゃあ出さない方がいい。じゃあ出さない方がいいぐらい。はい、出さない方がいい。取っといていざの時に取っといて。あ、そうですね。やめて、はい、やったりさん出てくるまで我慢する。はい、わかりました。じゃあこうします。はい、じゃあターンエンドです。じゃあいきます。ドローします。じゃあ、そうかこれで5コストで、うん、ヘリコプター3枚ドローします。はいはいはい、うんうん、1、2全部使ったね。3、はい、で、ニアリーゲット打ちます。はい、1、2、3 Thank you! よし、よし、いいぞ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 、うん、そう、もう昨日の影響が。なるほど。はい、はい、じゃあこれで終わります。はいよ、じゃあ置きます。はい、じゃあドロー。これでだ、これでだよ。こいつがいる限りダメなんだよ、あれが。はい、だがしかし、どうせね、これね、もう役に立たないんだよ、この人。置いちゃえ、な。で、あ、役立ちますね。立つの？まあ立つの？それも、これは持っといた方がいいですね。本当に？じゃあ持っとく持っとく。ブロッカーいるじゃないですか、うん、で、ジョジョジョマキシマム打った時に、うん、あれブロックすれば割られないんですよ。あ、そうだ、そう、これだ、これにつければいいんだ。そう、だからこれと、あともう1体分つけとけば、はい、2回ジョジョマキシマム守れるんですよ。そうかそうかそうか、そうそう、だからそう、持っといた方がいいです、ね、持っといた方がいいです。あ、参考になります、ありがとうございます。じゃあだね、6でしょ。じゃあね、これでダメじゃないか。じゃあ、じゃあこっち置く。はい、どんどん置かなきゃダメなんだよ。4コスト、はい、こっちだ、こっちの4コストで、こうだ、強くなる、はい、お、なるほど。そしてだ、暇なが、そしてだ、はい、ないですね。ダメだね。でも暇ながないんだよ。そう、爆丸くん出したかった、バカだな。じゃあヘルミッション打っちゃえ、1枚。じゃあ1枚もらいます。減らしとこう。はい、ターンエンド。じゃあいきます。今これを出すべきか、爆丸くんでこの人を倒すべきか考えた。爆丸くんだったら洗脳倒してもよかったんじゃないですか。あ、でも倒せない、こいつがいない状態だ。どっちかしか出せなかったんだ。なるほど。うん、赤いのをもうちょっと出したかった。
そしたら、じゃあ、うん、ニヤリゲット打ちます。はい、1、2、3、Thank you! これも言いたいだけの動画だった。そうそうそう、じゃあ、2コストで、やったれマン出します。あ、出てきた、うん。で、1コストで、チョコットハウス出します。はい、やばい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 。じゃあ、1コストでちょっと探すか。探すか、ちょっとジョ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 ーカーズ打ちます。はい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 。で、4枚見ます。1、2、3。これはさせない。あー、微妙だな。じゃあ、やったれマン回収しときます。はあ、今更なんで。いないの、そのさっき俺に見せてくれたなんとか G7 は。なんとか G7 は、トライダー G7 的なのはいるんだけど、うん、いや、これどう除去した方が、これだから僕も使ってないから難しいんですよね。いいぞいいぞ。1コストジョジョジョーカーズ。はい、まだやってる。1、2、3、4。さあ、はい、ジョラゴンを回収します。はい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 、はい、し、そしたら、うん、ミスター。意外アニコスト軽減。違う違う、いないじゃん。6体以上いたら、うん、今のジョラゴンが出せたんですよ。はいはいはい、1人ミスター。じゃあもう殴ろ。何何はい、ガンバトラ。あ、来た。はい、ガンバトラ来た。 G7 で、うん、こいつの効果で、うん、今全員殴れて、はい、ヘリコプターをプラス7000します、パワーを。はいはい。で、じゃあチョコットハウスと、うん、チョコットハウスにジョジョジョマキシマム打ちます。はい、合ってる、 OK。 これで、ワールドブレーカーのこいつがアタックするときは、はい、ブロックされません。あー違う、呪文打てません。呪文打てません。はい、はい、こいつとこいつが怪しいのね。そうです、はい、これがマキシマム。はい、じゃあアタックするときに効果で手札を、マナに置きます。はい、はい、どうしますか、ブロックしますか。ブロックしないでね、これに1枚受ける。ね、1、2、3、4、5、6だから、うん、あ、そう、こいつやっても1体破壊しながら、うん、あ、1体破壊しながら全部やられちゃう。そうなんだ。あ、でもどうなんだろう。マッチーさん、マッチーさん、マッチーさん教えて。はい、ね、はい、今あ、マキシマムで6枚なんですよ。マキシマムドライブ、この人今これついて、はい、で、ヘルミッションで 守るじゃないですか。はい、で、そしたら5枚じゃないですか。はい、全部割れるじゃないですか。はい、でもヘルミッション効果で守ったらガンバトラー破壊して、今出したやつは、あの、も今出したやつの攻撃っていうのはできなくなりますか。そうですね、シールド、ガンバトラーって場にいないと効果発揮しない効果なんで、はい、こいつ離れちゃうと攻撃できなくなっちゃう。なるほど。そうすると出したばっかりのやつは攻撃できないです。そうするとじゃあここが動けなくなるんだな、ここが。はい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 、はい。じゃあ1枚どうします、受けますか、それともブロックしますか。今ね、一発目でこのワールドブレイクで素敵なこと言われたから、これでブロックした方が賢いような気もするし、いやいや受けるぜって言って、あ、これ横向きだった、これにしてこの人を先に除去した方がいい気もするんだけど、どう思う。ごめんなさい、今殴れる人は誰ですか。今のところ今もう頑張ったら、今これで殴りに来たんです。そうです。一斉に来たんだったら多分これでブロックした方がいいです。今、はい、マキシマムついてるのこれだけですもん。これもついてる。あ、それもついてるんですか、うん、あ、それ悩みますね。あ、そうだ、俺だったら、だったらどうせ割られるんだから。あとこれもあるで、これもこれ、それもあるんですか。あ、じゃあ、どういうの、多分じゃあ、うん、これも多分ヘルミッションに、そうです、にブロッカーつけてヘルミッションで、ヘルミッション今横向いてるよこの人。あ、そうですね、向こう横向いてるんでこいつ意味ないんですけど、じゃあこいつでブロックして、こいつでブロックした方が賢いかもしれない。そうですね、こいつのそのジョジョジョマキシマムついてるやつに対しては、うん、シールドセイバーやってもあんまり他が全部バッて割られちゃって意味がないんで、できる限りブロックした方がいいですね。そうなんだ。じゃあ言われとりやってみよう。はい、じゃあこれを使います。じゃあハヤブサ丸、ハヤブサ丸を骨ビーにブロッカーを付与します。あ、ついてます、ついてます、こいつ元からブロッカー、ブロッカーです、なんでもない。ハヤブサ丸を出してどうするので、ブロッカーなんでブロックできます、ね、ブロッカーです、はい、やられた。じゃあお互いにやられましょう。やられました。で、ごめんなさい、こいつ豪華の近代に、あー、なった、強い。なんで骨燃費もそうです、これガンバトラよりでかい。よしよしよし、これパワーどこに振りました。ここに振りました。あ、じゃあみんな勝てます。ヘリコプターに勝ってる。よしよし、これバトルするとき、じゃあ12,990ですね。じゃあチョコットハウスでアタックするときに、うん、まあそうですね、手札を1枚マナに置かないといけないので、うん、置いて、はい、ワールドブレイクですって言ったら5枚ブレイク、もう1個これがあるから、これもじゃあブロックするぞ、はい、下、まあ、ちょっとここ細かいかもしれないですけど、最初ここ使った後に、これまだ見えてないところなので、2回目の攻撃でこいつ出した方が相手にバレなくていいかもしれないですね。
あーそうか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 、まあちょっと細かいところですけど、あーはいはいはい、はい、それぐらい、はい、じゃあこれで終了します。やめるんだ、はい、ガンバトラは守る感じで、はい、あそうなのね、はい、でこれは起き上がるの、これはこれは忍者ストライクの下に行く、はい、はいどうぞ、起き上がった、よし、難しくねこれね、そうですね、こう考えると意外と難しいんですねこのゲーム、難しい、ドロー、お赤丸はない、おじゃない、あこれはちょっと良くないですね、でもまあとりあえずでもいいや、2コストで爆丸くんを出してこの人を倒すよ、そうですね、はい、それ合ってる、はい合ってます、でヘルミッションが1人だけだからヘルミッションで1枚ブレイクする、はい、ターンエンド、はいじゃあいきます、でまた同じことになるんじゃない、また持ってるよきっと、ニアリーゲット、あワン、ワン、ツー、スリー、センキュー、しかもめちゃめちゃいい手札になっちゃったやったりま、あ、また上だ、垂れそうだ、垂れそうだ、垂れそうだ、どんどん上だ、動画用にやったりま、すごいカーネン王子さんでサンダースでした、すごい、まださらに増えた、そんで2枚目のマキシマムが、あ、3枚目か、いや、もうね、3枚しか入ってないからないんだよね、あ、そうなんだ、マキシマムはないんだ、ない、もうしょうがないっす、そうですね、じゃあそうしたら1コスト、うん、頑張ったら、はいはい、あー同じことか、あーちょっとガンジュラゴンまずいですね、これ6、うん、あ、6個、ガンバトラーのパワーどこに振りますか、あーじゃあガンバトラーはじゃあやったれ王子さんに振ります、はい、はい、どうしようかな、でもこれ骨もうブロッカーいないでしょ、だったら骨んびとバグマルくんをデッキ下に戻します、うん、6、はい、これとこれをデッキ下なんだ、はい、はい、そんでこれあのワンドローはないね、破壊じゃないから、はい、ないね、はい、じゃあ行くぜ、はいよ、3枚ブレイクです、3枚、はい、うち1枚をこれで受けていいですか、そうですね、はい、横向いてもいい、受けていいです、じゃあ、はい、うん、ああ待って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 、はい、考えた考えた、こっちの方がいいんだ、じゃあそうですね、本当はじゃあ2点で、ガンバトラから殴った方がいいね、2点、これ、はい、じゃあ同じことだ、はい、1個にしてこう、こうするね、はい、じゃあジョラゴン、これをや、うんと道連れする、ジョラゴンを道連れ、うん、でいい、はい、でこれやられて、これはもらった、はい、はい、よ、いいよ、じゃあカーネンおじさんでアタック、はい、1枚、はい、ないです、じゃあパーリーおじさんでアタック、はい、もうこれは個別に来るんだね、どんどんね、そうです、これやべえですね、これ、はい、じゃあカーネンおじさんでアタック、はい、はい、ないです、コプティでアタック、これでスパイナー、スパイナー、おーおーで3000でこれを破壊すると、今から撃つ人これだけ、これはこれも撃つ、全部撃てます、あ、あ、でもあ、いないんだ、ブロ、あ、いるんだ、いるんだ、いるんだ、バグマル、バグマル君はいない、いない、ここ行っちゃってる、あじゃあ3000でタレゾウさんたちがやられて出ただけで、そんで、あ、3のヘルミッションが出たけど、あ、シールドない、じゃあブーンブーンでやられました、ありがとうございます、もう面白かったです、はい、でも、うん、すごい勉強になった、これは僕はちょっと遅かったですけど動きが、はい、うん、でもこれが3ターン目4ターン目でこういう風にバーって並ぶ時があるから、うんうんうん、だからそれが怖いです、先生質問です、マッチ先生、はい、あのさ俺今元気のこれ出てきたのを割とその爆丸で減らしたりとかしたんですよ、倒したぞとかやってたけど、はい、そんなことよりディスドライブでアタックとかした方が良くない、スピードアタック、いやー倒した方がいい気がするけどな、僕だったら多分最初は倒してブラック V が来たら、うん、これ手札捨てらさせながら殴れるんで、そうだね、うん、それでちょっとちまちま殴るかな、そうなんだ、その方がいい、その例えば怖いのが最初に手札ドローしてないってことは、うん、あのニアリーゲットとか引いてないってことじゃないですか、そうですね、だから多分手に持ってるやつってそんなにいいやつ入ってないと思うんですよね、うん、だからそれを捨てさせてシールド与えちゃうぐらいだったら、うん、多分アタックしないでどんどん除去してった方がいいんじゃないかなって思うけど、あーだからシールドに多分ニアリーゲットとかも入ってたりするから、そうか、うん、多分使っちゃうと思うんだよね、ジョーカーズだったら、まあ、ジョーカーズ来たらとりあえずシールドに俺はスパイナーが入ってる、お祈る、いた、 今はいたんだけどね、でももう、ね、うん、もう店長だったらもう2ターン目からバン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 行った方がいい気がするけど、そうですね、たぶ、うん、多分細かい、じゃあ、分かった、いや、やったれくんだけはやっつける、うん、やったれマンが出たら、もう何が何でも倒す、それ以外はこっちで急いで打ちに行く、そうですね、そう、それでいきましょう、うん、はい、わかりました、ありがとうございます、勉強になりました、ありがとうございました、明日頑張りましょう、はい、会場でみんな会いましょう、僕たち会場で僕たち